笑い芸人のラサール石井67が12日、ツイッターを更新。岸信氏の後を継ぐと表明した岸新千歳について言及した。ラサールは、新千歳の公式サイトの画像を添付しているつぶやきを引用ツイート。画像は、新千歳氏のプロフィールで、父の信氏や叔父の安倍晋三氏、曽祖父の岸信介氏らの名前が入った家系図のものだった。この家系図についてラサールは、普通の感覚があれば、こんなこと恥ずかしくてできない。むしろ、家系ではなく私自身を見てください、と思うのが普通。この感覚では、庶民のための政治はできない。と私は思います。はい。私の感想ですと呆れていた、信氏は7日の衆院本会議で辞職が許可された。同日に、新千歳氏は、記者会見で4月の山口2区、補選に立候補する意向を表明していた。公式サイトのプロフィール欄には各課に家系図が掲載されていた。ラサールのツイートには、家系図しかアピールポイントがないんです、かと、ラサールという芸名もなかなか、と賛否が寄せられていた。